消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、こちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに消費 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ひろとです。よろしくお願いいたします。今回は前回に引き続き、黒沢サブさんとの後半戦をお送りいたします。7回の表には私ヒロトがマウンドに上がります。今回もね、課題を持ってね、ピッチングしていきたいと思います。やっぱりピッチャーとして多くね、回数を投げたいので、やっぱり打たせて取るピッチングをしていきたいところ、まず初球外に決まってワンストライクとなります。まず初回はね、いつもねストライクとか決まるんですけど、2回とか続かないときあるので、そこが課題ですね。今のところ先頭を打ち取ってワンアウトとなります。先頭は、ね、結構打ち取る自信があるんですよ。でランナーを出してバッターはバントの構え、しっかりとバントを決められて2アウト2塁となります。まあこれはね1個もらったかなと思いますね。しっかりとこれで、はい、ドーン、ドーン。三振でピンチをしのぎます。いや、これはね、ちょっとね、嬉しかったですね。裏の攻撃でチャンス到来。バッターは三浦さん。打った。お、ライト前。ナイスバッティング、しぶとくね、ライトに持っていきました。ナイスバッティング。続くはユーポンが来た、ユーポン来たよ、ユーポンも続くか、ユーポンは三振に倒れます。これで2アウトです。続く破壊王、これも三振に、いやー、ナイスピッチングですね。相手ピッチャーもキレのあるストレートですね。これはこの回もヒロトがマウンドへ。まず初球ストレート、ストライク、ナイスボールです。続く球、ライトガーンと打たれてライトオーバーとなります。いや、打たれたこれ。しかもね、甘いコースに行って長打はやばいです。ピンチになっちゃいましたね。この後フォアボールでさらにランナーを貯めてしまいます。ここは初球ストライクを取ります。いや、ピンチでね、ストレートでストライク取れたのでかいですね。ハード、いや、これ春日さん助かった。マジでこれで2アウトとなります。いや、マジでありがたいです。ありがとうございます。これすごい、ユーポンに打たせて3アウト、ナイスユーポン。続く8回の裏、先頭バッターは良平さん。これはピッチャーゴロに倒れます。まあ、積極的にねスイングしていくいいバッターです。続く翔平さん、そろそろ一打出るか。これは自打球でファール。いやー、なんか本当に前になんか打てないですね。変化球にタイミング合わずに三振となります。続く私ヒロト、ツーアウトから出たいところ、はい、レフト、いい当たりも取られてしまいます。全然伸びないですね。ノーパワー、これ三者凡退に倒れますね。続くじゃあ良平さんがマウンドへ上がります。いやー、これね、本当に佐賀さんには高校の後輩もいるので、なんとか抑えたいところ。サード春日さん、これはセーフになってしまいます。先頭出ちゃいましたね。だがしかし、これをセカンドフライに倒れます。だがしかし、ファーストランナーがなんかカウント間違ってたのか、
ランナー出てしまい、ツーアウトになってしまいます。これをまず初球空振り。いや、本当に一気にツーアウト取れたのでかいですね。スライダーでツーストライク。いや、いい変化量ですよ、これは。これは完璧です。このスロースライダー。はい。いや、ナイスボール。三球三振に倒れます。いいですね。ナイスボール。勝っていますが、時間があったので、特別延長となります。ピンチャーが、おっと、翔平さんがマウンドへ上がります。いや、本当にいいボール投げているので、最近。本当に、調子が上がってきているのかな、肩の。これまず初球ストライク。いや、ごめんなさい、これは申し訳ございません。続くボールは低め、惜しい。これナイスボールですよ。これバッターもね、積極的にスイングしていきます。いや、ナイススイングです。続くボール、自分インコースに構えた。はい。いや、キレすごいですね、スライダー。鬼すらすごいですよ。ナイスボールです。これは、先頭フォアボール出してしまうか、翔平さん。どうかな。これもバッター粘っていきます。力強いストレート投げてきます、翔平さん。ナイスボールです。これがわずかに外に外れて、先頭にフォアボールを抱いてしまいます。続くバッターもこれデッドボールでランナーを溜めてします。バッター面白いですね、これ。これあ、何これ、キックバント。続くバッターも足にデッドボールを与えてしまいます。これで満塁のピンチになります。もう次のバッター、まず初球ストライク。次のボール、これはどうかな。いくか。力と力のぶつかり合いです。ストレートが押していきます、翔平さんの。続くボール、はい、スライダーで三振。まずはワンアウトとなります。やっぱキリがすごいですね、大西田は。このボールはストレートで押し込んでいく。これで次のボールはストレートで押し込んでいく。いや、すっごい球の勢いがあったんで抑えられるかなと思ったんですけど、パスボール。いや、申し訳ございません、すみませんでした。続くボール、これね、これ無理です無理です無理です。ごめんなさい、これはマジでミスが続き、同点に。いや、ダメですね。いや、スライダーがキレすごいですね、今日やばいですよ。続くボール、これも外いっぱいに決まってストライク。あー、左中間に打たれた。センター田島さん、これでランナー2人帰ってきました。タイムリーを浴び、勝ち越しを許してしまいます。いやー、ナイスバッティングです。その後エラーなど大量失点で、これでスライダーで2アウト。ナイスボール。続くバッター、ラストバッターです。ストライク、ストレートで押していきます。続くボールがこれ、高めの威力のあるまっすぐで追い込んでいきます。いいですよ。はい、バッターも粘っていきます。いやー、負けじとね、スイングしていきますよ、バッターも。はいはい、これ審判、最後は三振で終了となりますね。ミスやフォアボールから一気に逆転となってしまった試合なんですけど、お互い楽しくできたので、所沢佐賀さんありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。